はい、次はですね、オカメインコが入ってきました5羽。これ昨日入ったんですけどね、もうそのまんま来たという感じで、餌をね、今日はもう、昨日ちょっと食べが悪かったけど、今日はもうバクバク食うようになりました。もう安心ですよ。ちょっと小さいけどね、餌さえ食べてくれればもう大丈夫です。どこへ行ってもね、今あの温度がね結構高くなってきましたから、飼いやすい時期ではあります。これはね、この3羽が、ルチの白オカメですけどね、まあ、大きさにはかなり差がありますけれど、今からまだ毛がいっぱい生えてくる、状況ですね。あとはね、ちょっとこれ置きますね。そしてはい、これとこれです、はい、これはまあご覧のようにパイドですね。でこっちはノーマルですよ。ノーマル久しぶりに入りましたね。